ちょっと待って、ここに入れっていうの俺に。はい、フォートナイトと分けて、今回は、ザ、ミステリーか、ミステリーオブザ・マンションズ・ソウルズというね、クリエイティブ。翻訳したら、邸宅の魂の謎って出ました。邸宅、普通にマンションの魂の謎ってことかな。多分そういうことだと思う。で、一応タグが、ホラーとか、あとなんだっけ。ホラー、ストーリーかなとか入ってたんで、とりあえずホラーかな。なんか最近ホラーのクリエイティブばっかやってる気がする。で、なんとかワンプレイ、一人用オンリー、ミュージック&サウンドはあった方がいいよってことかな、多分ね。プリース、なったら、わかんない。サポートしてね、私を。ってことでしょう。とりあえず、やっていきたいと思います。このマップは音楽ないかもな。BGM をつけないと思う、多分。How did I get here? どういうこと？ごめん、もうね、ほんと読めないんですよ。ほんと、なんかドゥーンってなった。あ、走れなくなった。とりあえず進んでいこうか。でもまあなんかね、ほんとフォートナイトの、めっちゃ笑われた。フォートナイトのおかげで、と英語が地味に読めるようになってる気がする。あ、これか。これがマンション？ここの謎を今から解き明かしに行くと。これは何？It's, looks, 見て。このゲートを。ゲートを見て。閉まってるでしょ？見つけて。Another party から。The forest, 森から見つけて。ってことでしょう。この中に入ればいいんなら、ああ、ダメなのか。鍵がどっかにあると。でも森でしょ？じゃあ今まで、反対側ってことかな？あのスタート地点の。ってこと？こっち戻って、で、ここ、いいか。で、それかここにあんのかな？なんか、鍵が。で、また改めて足が遅くなる。いや、何もない？ここはここで行き止まりだな。鍵でしょ？鍵？この、赤い花とかめっちゃ気になるけど。特に何もない。あ、ここ行けるな。ここか。この、とりあえずここ入ろう。この、なんか取った今！気持ち悪い。今なんか、取ったよ。顔があるよ。おい。これ心臓弱い方注意系。フォートナイトクリエイティブかもしれない。どういうこと？動画かもしれない。うわ、骨！いや。こっから入れるのか。めっちゃ笑われる。何あれ？何？なんか、紫があるよ。骨になったってことかな、犬は。この中？お前めっちゃ、お前じゃねえか。めっちゃ笑うやん。開かなくなった。ここ入れるね。大丈夫だよね。ここ、うわ、なんか、行き止まりだ。この中。いや、関係ないな。ここは何しに来たの？何をするの？この上は関係ない。ここじゃないんだ。ここ乗れるね、不自然に。こういうことか！はい。いや、関係ねえか。全然こういうことでも何でもなかったか。待って、ほら、やばくね？あれ？ちょっと待って、は？ちょっと待って、ここに入れっていうの俺に。バカじゃん！もう目の前でポルターガイスだよ。もうやめて、ここ、もう入るよ、じゃあ。なに？どういうこと？うわー、びっくりしたー。
やば。ちょっと。これは一番かもしれん。フォートナイトホラー作品の中で。あ、しまった。ちょっと待ってよ、もう何？小人にびっくりする日が来ると思わんやん。この中かな？中だね。マジか、今リモコン置いたよ。驚いて。ここは何この空間。元気ない。あ、なんか出た。竹。テイクキーチェーン。押して。ん？ This key chain open the, ああ、読めなかった。open the, open なんかが開いたな。いや、閉まってるくね？どういうこと？あ、そっか、ここはしゃがんできたのか？あ、ドア開いた、開いたのか？危な、ここやだ、もう一生困わ、ここのドア。テーマの中が開いたのかな？開いてない？え？開いてないな。どういうこと？左側かな？あ、開くやん。もうやめて、開かなければよかった。オッケー。全然問題ない、そんなの。うわ、やだー。この階段がのマリオルの6階のテレ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 やったらもう一番あれ怖いわ。あ、まあ、閉まってるわ。あれマジ怖いよね。全然話変わるけど、マリオの64のスターを集めないと永遠に登ることができない無限階段。あれもう子供の頃やったけど、あれは怖かった。BGM が怖かった。全然関係ない話をしよ。全然関係ない話をしながら行けば全然怖く、おー、なんだこれ。怖くない説。これは？オッケー。うわ、無駄に絵が。なんで浮かんでんの？なんでろうそく浮かんでんの？特に、わあ、かぼちゃ、かぼちゃがかごめしてる。お前らみんな稲妻イレブンかよ。これは、何これ？これは、なんかたまるな。俺が入ったら何かがたまる。おればいいのかな、ここに。とりあえず。なんかたまる。うわあ、びっくり、きもひ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 も。え？はい、お帰り。どういうこと？ 何？あ、でもなんかさっきと違うところだ。でかいクマがいない。これあれだ。いずれ俺を驚かしに来るぞ、あいつ。ろうそくも下に落ちてる。違うところだね。あ、ドア開いてんね。うら、あいつが一番嫌なんだよ、俺は。ちょっと心引き締めます。行こう。かかってこいよ。いやー、違う話すればよかった。それは別にあんまりだった。なにこれ？なにこれ？あ、時計か。と、これがきも、あ、こっちは普通。やってくれるな、てめえはよ。うわ、この殴ったことによって呪い、うわ、なんか俺呪いが溜まる。呪い、ああ、壁か。壁だ。こっち関係ねえの、じゃあ。戻るときのが怖えじゃん、ふらふら、もう。山は登るときよりね、下るときの方が危ないから。ここを頼む、何も起きないでくれ。開かない。俺の心臓が持つかな。 こっちかな、でも、もうやることないよね。ここもまあ別にドアがあるわけでもないし。一回外に出ればいいのかな？ちょっとこれ奥行って何もなければ、一回外に出よう。あ、いや、あるな！小人ルートがある。あれ、どうやって行くの？こうか。あ、やめて、もう、ほら、この小人の世界行きたくねえ。ほら、もうすべてがでかくなってる、絶対こっち。うわ、怖。あ、蜘蛛の巣。いや、全然大丈夫。はい、うわ、もう、それが怖いわ。もう、触れただけで爆発するのやめて。どんな蜘蛛？どんな蜘蛛だよ。ここら辺でなんか来るぞ。オッケー。なんか来るぞ。構えろ。下からなんか降ってくるぞ。下から降ってくるって、どういう日本語だよ。オッケー。大丈夫。え？どういうこと？え？塞がった。お前は見てはいけないものを見てしまったようだな。ってこと？あ、でも壁がなくなって。うわー、やだー、ここ、あ、なんでこういうことするかな。これよ、こういうの。こういうのがね、シンプルに怖いんだよ。あれみたい。誰が共感できるかわかんないけど、ダクソの3か2か忘れたけど、ボス戦の。うお、え、なに？ I'm right! べ、わかんねえ。I'm right! とりあえず、I'm か、うわあ、キモい奴が俺を待って！頼む！頼む！ルーク！
バック、後ろを見ろとか言ってきやがるこいつ。ほら、もうそういうことね。そういうことするよね。いや、絶対に見るなって言うじゃん、普通は。大丈夫。これ三人称視点のゲームだから、そんなに驚くことはないはず。一人称だったらやばいかも。なんもな、あれ ?I can you, はっはっは。笑ったってこと?でも絶対こっちになんかある。普通に、フラな。なんかおるよ、フラ。フラな、おりました。大丈夫です。それはわかりました。あっは、残念。え?落ちればいいのかな?落ちていいのか。オッケーオッケー、よかったよかった。まあ、今のはね、もうなんか、わかるじゃん。後ろ向いていなかったら後ろにいるっていう、ちょっともうわかるじゃん。ね、さすがに。そこは回避した。ここのドア閉まってる。こういうね、通路系がやばいんだよ。開くね。やべえ、なんか知んないけど腰が痛くなってきた。ホラーのせいだ。開くんだけど、え?大丈夫これ。あ、ここは戻るのか。じゃ、こっち?ここは開かない。ここも開かない。じゃあ戻っていいのかな?じゃあ左ルート、左ルートも終わったってことこれで。じゃあもうあとボスじゃん。フラー。絶対フラボスやん。クッパおるやん。うわ、もうなんでこんな世界がまがまがしくなったの?ここ関係ない。うわー、左やばいなー。リード、読む。あ、なんかライトもらった。ゴースト、なんたら。ソウル。ソウル、魂は読めた。わかんない。レベル、ピーポーヒア、人ちょうだい、バット、ラッキー、ラッキーじゃない。ミュージック、ヘルプ、助けて。俺が助けてほしいわ。ねえ、もう今の一瞬をどう読めと、止まってくれれば翻訳もワンチャンあった。いや、これもう光らしたらダメでしょ。光らせるけど。いや、まあ、眩しいな。ちょっとやめとこう。あ、鍵かかってる。やった。鍵かかってるんや。あ、ここ通れるもしかして。いや、通れないか。光らしたら開くとかはないよね。オッケー。とりあえず、こっちを進むしかない。こういう石像が、こう、動くなぁ。いや、特に何があるわけでもないか。あぶねえ、今後ろ振り向くときちょっと注意が足りんかったわ。え?え?もう事件やん、フラー。もうやめろよ、事件起きたら。ごめん、石像を今踏んだわ。え?フラー、あっこもじゃん!これもやん。開くはず。オッケー。気をつけろよ。オッケー、よし。後ろ振り向くときは、冷静に、ゆっくりと、心構え、満々で。とりあえず、こっち進んでいって、あれ?ここも閉まってる。あ、ここは開く。え、何?何があったらそんなスタイル、え?アンド、オープン、オープン、あ、メッセージ for you。なんだ ?Help us! 助けて。私をかな?ファインド見つけろ、5個のミュージカルノート。ミュージカルのノート。音楽家たちってこと?ここ。音楽家ってことかな?うわ、ここの穴絶対に落ちたら死ぬやん。音楽家のノートを見つけろ。え?なんかみんな、助けてって。お願い助けて。え?あ?お願い助けて。すべてのノートを、are in the second floor. ん?すべてのノートは、セカンドフロアにあるよ。2階にあるよってこと?あ、2階だ。2階だ。とりあえずここら辺見よう、一応。お、音楽あるよ。はい。あ、これで行こっか。え、どういうこと?これじゃ、これは多分俺の翻訳がおかしいってことか。まあ、フロアにあるよってことか。床に置いてるってことなのかな?助けて。お前、ヘルプ置くだけで怖いからやめてほしいわ。とりあえず、一回寄せす、あれなんだ?あれ音楽だな。あっこ3個ある。こっち、あれ?見えない壁で通れない。ここは何もないフロアかな。でも、無駄にそういうのは作らないと思うんだけど。
まあ、いっか。ここはとりあえず、後から。で、ドアが開くー。開いちゃうんだなー。うわー、結構、うわ、広いね。ちょっと広いね。とりあえずこのドアが、開くんだねー。あ、お、わあ、やめてー。よかったー、音楽ある。あ、2個目だ。まだ続いてるんだ、これ、こっちも。こっちも音楽探しなんだ。あ、外だ。いや、大丈夫、これ。出たら閉まるよ、これ、きっと。はい。あ、大丈夫だった。こっから出れるんじゃん。あ、出れるぞ、こっから。でもクリアできないんだよ。脱出がこのゲームのクリア方法じゃないんだ。まあ、何があったらそんなになるの？どういう状態？重力がおかしいよ。あ、重力おかしいな。待って、ここ、反対じゃん。本当に重力おかしい。え、こいつだけかと思ったら全部が重力おかしい、ここ。こっちは、あれか、反対側か。いや、なんもない。いや、あったあったあった。よかったよかったよかった。ここはじゃあ何もないか。はいはいはい。ここの空間は全てが反対向きになってやがる。これ絶対ダミーだよ。絶対ダミー。なんか起きる。いきます。はい。オッケー。よし。あと一個。絶対ここ、あんな、絶対なんか来るよ。ちょっと待ってね、体勢変える。ちょっと。オッケー。来い。かかってこいや。何も起きない、こう。上とか、危ねえ、今、後ろ普通に振り向いた。マジ、ちょっと、あれだ。振り向くときは、冷静になって振り向かないと、ほんと危ないから。こっち側の外の上。ない。この角。こっちない。あと一個がどこにあるかわからんなぁ。ワンチャン、このさ、反対側説。もうだって、めっちゃっちゅうほど、まあ見てはないけど、探したけど、ないしな。待って、ここ見てなかったな。ここ、あ、ドアかないよね。あと一個がね、ないから。でも、同じフロアって書いてたからな。あ、開くぞ、ここ。待って、開く。おーっしゃ。オッケー。あるね、あるよ、あるよ。あー、あるよ。ちょ、待ってよ。いきます。オッケー。なんもなかった。声、いい？ボイス、あー、カミング。声が呼んでるよ。何を、バカか？俺を呼ぶな。大丈夫。オッケー。じゃあ、多分あの階段に戻れってことだよ。え、お前こっち向いとったっけ？オッケー。階段に戻れってこと、だよね。開いてるね。よし、気をつけろ。え、なんか、めっちゃビリビリしてる。え、もう何？容器が、あ、うわー、やだー！プレイザピアノ。バカじゃん、もう。こういうさ、こういう、何？洋館っていうの？こういうマンションとかでさ、この夜にね、ピアノ弾いちゃダメなんだよ。うわ、なんか今顔見えた。やるっきゃねえ。はい。あ、なんか意外と、なんかノリいいぞ。あれ？なんか、あれ？ええー、どういうこと？ザ・ソウル、ああ、ナウ、フリー。魂はフリーだ。おお、なんだ？魂はフリーだ。え？解放された？俺は。Thank you for playing. ここに住んでいたやつはロックンローラーだった。ってこと？ そういうことなのかな？僕はまあとりあえずなんかクリアしたらしいけど、クリアはしてない、まだ。こっちじゃん、どう考えてもね、ここで行けってことだよ。ロック。ロック？え？開かないな。あれ？もうこれで終わりってことでいいのかな？特に、クリアーとかではないと。ぽいね。終わりか。オッケー。はい、じゃあ、クリアというわけで、バカ怖え。マジバカ怖え、これ。
なんだろう、何、軽い気持ちで、このステージやり始めたけどさ、ここのマンション入ってから、なんか噛んだけど、もうこれは多分幽霊のせいですね。噛んだけど、もう入ってから一番最初のさ、何小人？あれでもう俺の心は折られたよ。あっこで俺は終わった。これマジで、フォートナイトの中で一番怖いかもしれない。いやでもまあ、いいステージがプレイできたんじゃないかな。はい、というわけでね。まあ、ぜひ、この体を冷やしたい方は、この季節にね、この季節に体を冷やしたい方は、ぜひ、やってみてはどうでしょうか。多分、まあ、このステージはね、もしこの動画を全部見て、何が来るって分かってたとしても、びっくりすると思うんで、気になった方はぜひやってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。また次回。バイバイ。